届いちゃった間違えて。だからちょっともうシャモシャしてるけど許してね。リップ塗り忘れてた。だからリップを塗りたいけど塗れるかな。こんばんは、来てくれてありがとう。もしゃもしゃしてたよね今。どうにか器用に私はこれを開けてリップを開けたいが開かない。リップが開かない。みんな助けて。どうして開かないんだ。こう今膝の間に。もう飽きません、諦めます。私の色、リップの色はありません今日は。私は諦めない。もう一本あるんですよ、リップというもの。はにゃないだ。ちょっと待ってください皆さん。本日はあれ、私のさリップさ忘れて帰ったかもしれん。前はやっぱ一瞬だけ待って。ちょっとどうしたらいい。もう濡れました、一回止めました、ごめんなさい。こんばんは皆さん、来てくれてありがとう。本日は、ST48 7周年ツアー in 兵庫初日公演、来てくれてありがとうございました。来てないけど Hulu で見てたよとか、来てないけど Hulu も見てないけど応援してたよって方もみんなありがとう。もうね超楽しかった。一曲だから寂しいなってずっと思ったんだけど、なんかねいつも全然違うことができてすごく楽しかった。あんなの初めてしましたね。みんな声小さくね、コールの練習をしたんですけど、そう楽しかった。そうあと物販にもお邪魔させていただいて、あ、そう、さっきヒーターのねコメントしに行ったんだけど、あれは本物です。そう3期がさ配信したら大体 1回入るんだけど、今日のヒーターンいつもよりなんか超可愛くねって思ってコメントしちゃった。もうね抑えきれなくてコメントしちゃった。ツインテールめっちゃ似合うくない、ヒーターン超可愛いと思って。ヒーターンさ顔がさすごいキュートだからさ、なんか綺麗な顔とか、ヒーターさどっちかというとキュートな顔だと私は思ってるからさ、なんかツインテールとかさああいうザ・アイドルめっちゃ可愛いと思って。そうでちょっと待って、一回またその話もするとして、で一回戻させていただくと、今日は兵庫で、あバスローブじゃないですちなみに。ね、何話したっけ。あそう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 、物販にもお邪魔させていただいて、あと、ガラポンコーナーにもお邪魔させていただいて、あとあれお出迎えさせていただいて、なんかいつもとね違う感じですごく楽しかった。いつも違うこと初めてしたんですけど、また今日も楽しかったです。いつも楽しい本当に。そう楽しかった。みんなサッチーのこと見てくれましたか。そうお出迎えはねたくさんの方が並んでくださって、そう嬉しかったお出迎え。なんかみんなそう階段の上にいてね、そう手を振って、サッチーのグッズ売ってました。ごめんねサッチー、もともとサッチーのファンじゃないけどどうですかって言っちゃって。もちろん買ってくれて、いつも買ってくれる方もありがとう。あとあれね言われて買ってくれた方もありがとう。嬉しい。そう
嬉しい。前座もね楽しかった。会いたかった、そう会いたかった子ね。あ、昇格おめでとうございます、ありがとうございます。そう、あ、昇格ありがとうございます。そう、でも物販もガラパも結構短い時間だったから、そう、え、嬉しい。グッズ今日グッズを初めて生で見て、7周年の超かわいいと思って、そう、あ、昇格おめでとう、ありがとう、かわちありがとう、その絵文字好きだよ私、ゆうなんがよく使ってる、おめでとうありがとう、美人さんですね、ありがとうございます。そう、そうで今日は編み込みカチューシャみたいな髪の毛をしてました。そうで明日もね、アイドルスターライトがありますので、明日は何の衣装に、衣装じゃない、何の髪の毛にするかお楽しみに、メールを送るので、そう前座はね声出しもねさせていただいたんですけど、そう、あと、うん、杉村ちゃんがライブではツインしないと、そうなん、絶対似合うのに、てかツインっていいな、ツインしたいな。かわいい、かなおもさ前さバズレンの最終回の時ツインしてたじゃん、マジでかわいかった、なんかね私かわいい、なんていうの、もう本当に思っちゃうと、もう分かった分かったってぐらい言っちゃうの、もううるさいですってぐらい言っちゃうんだけど、もうね一日中言ってた、マジで可愛かった、可愛い、高めツイン大好き、大好物、もぐもぐ。そう、サッチーと言う、サッチーツインになんないんですよ残念ながら、そうお下げの分類になっちゃうんですね残念ながら、なんかヒータンとかかなうみたいな長さがいい、ツインしたい、でも伸ばすのはちょっと悩んでるからさ、どうしたらいいんだろうね、悩み中です。そうなんよ、実は今日はね、あの先輩の公演じゃなかったコンサートをね見てたんですけど、すごかったよねっていう、あれ愛の重さ、ファーストアルバムのリード曲をね本日先輩たちが披露していたんですけど、刺さりましたね、めっちゃ好きな感じ、なんか最近さ、なんて言うんだろう、なんかなんて言うんだろう、ちょっなんて言うんだろう、なんかなんて言うんだろう、こうなんて言うんだろう、花だれとか息心はさ、なんかバレエチックなんていうの、なんて優雅系、優雅でなんかテンテレレレンみたいな、ラララララみたいな、そっち系じゃん、でもなんかさ10枚目からさなんか結構なんていうの、かっこいい系になってない、そう、かっこよかった、ねえ、なんかめっちゃ泣ける、今日さ3期みんなで見てたんだけど、みんなやばい、ルイ先輩ルイ先輩泣ける泣けるってずっと言ってたの。本当に泣ける、なんだろう、なんかもうマジで泣けた、全部に泣けた、なんかやっぱなんかさ歴史とかさ振り返られるとさ泣いちゃうのよ、すぐ、その時いなくてもその過去にいないのに、なんか謎なんか想像しちゃって泣いちゃう、あとあずみさんの言葉とか泣いちゃうし、あと選抜発表の映像めっちゃ泣けた、え、やばいよね、そう、葵さんが泣いてるの見て泣いたし、あとクルさんが泣いてるとこなんてさ、なんか最近さめっちゃ仲良くさせていただいていて
よくお話しさせていただくんですけど、なんか泣いてるとことか見たことなかったから、なんか泣いちゃった。あ、泣いてはない、この辺で止めたけど、泣きそうだったよねっていう。いちごと隣だったんだけどさ、そう、やばいやばいやばいって。 NGT あれ、マックスとき、あれは泣けますよね。あれって曲が泣けるよね。今日サチのサインだったよ。え、ラッキーじゃん。嬉しい。フォローしました。ありがとう。マックスいいよね。そう、イギちゃんさんのリアクション超好き。笑っちゃった。ガチですか。めっちゃ面白かった。そう。最後のトンネルを抜ければ字が付く。今日現場行ってよかった。なんかやっぱコンサート楽しい。もういろんな人に見てもらいたいと思った。あとそう、初めてなんかコールをしたんですけど楽しいね。楽しかった。コールいちごに教えてもらいながらね、そう、なんとかなんとかじゃーじゃーってやつをね、そう言ってたんです実は。そう、めっちゃ大声で楽しかった。あとそれな、オーディションの時の映像が流れたんですけど、はい、皆さん見ましたか、見ましたか、サッチーのオーディションの映像。もう自分が出てきた瞬間もう笑ってしまって、そう結構ね、あのなんか2期生さんとかすごい泣いてたり、それなんかすごい私もうるうるしてたんですけど、なんかオーディションっていろいろ思い出すじゃん。だからさ、そういう意味でもさ、いろんな意味でさ、すごいうるうるしてたんだけど、私が出た瞬間めっちゃ笑ってた。前髪やばくないあれ。もういちごとめっちゃ笑ってた。前髪3本みたいな感じだったよね。4本ぐらい前髪4本でなんか面白かった。そう、ちょっと髪の毛がくっついちゃった。なかなか強力な、なんかね、こういうこのなんていうの、触覚を ST に入って多分ちゃんと作ったんですよ。ここって大事だなと思った。そこがなくて、で前髪もなんかシースルーが好きだったのね、その時期。だから多分あれシースルーでちゃんと、あの時期は私も完璧だと思ってたんだけど、自分の前髪なんて。でも全然完璧じゃないってことは、私の今の前髪も何年後かには何あの前髪ってなるのかな。楽しかった。もうね、前座だけで、そう、ヒータンと同じこと、え、ヒータンめっちゃ可愛かったくない？私ヒータンめっちゃ可愛かった。え、ヒータンなんて言ってたの？姫の前髪は薄くなかったよ。サチの前髪4本ぐらいだけど、ヒータンと同じこと言ってるって、そういうこと？私のことを言ってこと？そう、あれヒータン私である番号前後だったんですよ。そうで、待合室も隣立ってから、その頃から、はい、顔見知りです、勝手に。そう、さっちさ、待合室でさ待ってる時さ、この子は絶対受かるんだろうなって思ってたからさ、話しかけたの。そう、めっちゃ覚えてる。まさかこんなに仲良くなるなんて思わないよね。ヒータも自分が一番可愛いと思ってたけど、今日見たら恥ずかしい。面白っ。そうなんじゃ。面白いヒータ。
そう、最後の方だったからね、待ち時間は体感はめっちゃ長かった。テスト期間丸かぶりだったんですよ。だからずっとねお勉強してた。なんかさ、まあ、教材的に賢そうに見える教材だったんですよ。めっちゃ分厚いね数学のねテキスト持ってやってた。そう、なんか周りから見たらちょっとやばいよね。立ち来てくれてありがとう。嘘、いや、あの前髪4本じゃ思わないですよ。もう笑っちゃったもん。そう、スジちゃんありがとう。今日初めてさきちゃんを間近で見たけど嬉しい。今日初めましての方多かったんじゃないかなって思うんですけど、曽川さきと申します。こんにちは、こんばんは。今日っていうか今日物販とこに来てくれ、そう物販とこにね、そう登場しました。借金サプライズサプライズっていう感じです。ガラポンも登場しましたよ。トゥルルルルルルとしたけど忘れちゃった。あ、思い出した。今回さ、カメコタイムめっちゃ多かったよね。そう、どうですかカメコの皆さん、腕やっぱ疲れました？筋肉ムキムキになれちゃいますね。全が用意したら千秋楽の岡山の頃には皆さん、カメコの皆さんは筋肉マッチョですね。どうでしたんでしょうか。こんばんは、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。楽しかったですね、非常にね。そうそう、なんかさ、今日前座さ自分してたからさ、カメコタイムないことでもさ、みんながさカメコ撮るねって言ってくれてさ、めっちゃ嬉しかったけどさ、絵をね、そうだからたくさん撮ってねっていうのは、たくさん撮ってねって言ったんだけど、たくさん撮ってねっていうのは先輩方をっていう、かっこ先輩方をっていう、そう、今でも言えなかったからさ、そうごめんね。そうでも言えないからさ、自分があるとかないとかまだ、そう先輩方たくさん撮ってねっていう、そう。どうでした、でも先輩たちはたくさん撮れたんじゃないでしょうか。そうそうだよね、やっぱ疲れちゃうよね、一脚っていうのかな、これ集団の物販に出てくるの。え、まだね、全然わかんない。集団は1ヶ月後でもないか。半月後ぐらいですね。まだ全然わかんないですね。え、今日も物販、今日言われたから。そう。そう、明日アイドルスターです。皆様。楽しみにしておいてください。髪の毛はもう決まっています。本編めっちゃ出たかった。もうね、それな。そう、練り歩きもね、前座だったからなかった。行くよって待ってます。そう、今日ペンライトもたくさんありがとう。前座の時見えましたね、たくさん。ツアーかっこいいですね。え、本当にそう、先輩たちのねお出迎えにがキャピキャピ可愛すぎた。そう、みんな仲良しなので楽しかった。いちごがさ、ずっとさ、花粉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 言っとってさ、みんな聞こえた？花粉やばい花粉やばいって言ってた。クフフフ。そう。ペンライトありがとう、3本振ってくれて。お台場楽しみに行きました。ありがとうございます。あ、お台場の一般販売ございますので、みんな来てくれるよね。もうラストスパートですから、練習も今ね最後、結構本当にラストスパートの最後の曲してて、練習難しいの、みんな応援して、難しいのめちゃくちゃ
でもみんなが来てくれるって言うから頑張ってるからそうそうなんじゃよね。そうみんな来てね。あ、お話し会ありがとう、嬉しい。ファーストアルバムのお話し会も私なんか今回さなんか楽しそうな曲いっぱいあるくない？あとなんか衣装もさ、なんか私服じゃないよね、なんかね、衣装だよね、衣装結構ある。そう、野外は初です。野外は初ですよ。髪の毛何にしようかな。じゃあ満席になったらツインテールをしますって言いたいけど、ツインテールをする髪の毛がないんですね。そう、ツインテールをする髪の毛がないので、やっぱりそっちがあれです。佐川さんのチェスト立ってみて、あ、思った時が、思った時が気どきです。来る時気どきです待ってるよ。満席になったらお前ちょっとそれはちょっとそれはできませんみんなお前好きなんよね。そう、いやツインね、髪の毛ないんよ。だからこれはツインじゃないんです。これはね抑えになるんですよお前ね、お前さ、お前自体はめっちゃしたいんだけどさ、 STA の衣装的にさお前似合わんくない？清楚で可愛らしいのが多いからさっていう悩みがあって。そう、でも私よくレッスン中は、私レッスン中はね、あのよくサッチお前じゃんってよく言われるので、そう今この長さだけど汗で浮くんですよ前髪が。そうだからクマさんヘア、え、クマさんヘアよくない？クマさんヘアしたい。でもね、いろいろね、あるんですね。楽曲とかにもね、よってね、そうなんよ。ちょっといろいろ悩みどころではあるんですけど、熊さんヘアめっちゃ候補。やりたいですね。神戸でサッチ見れて、え、嬉しい。来てくれたの？そう。お前のイメージ、なんて言うんだ？お前のイメージ、なんだろう？でもなんか、そう。黒川さんが七七の黒川さん呼び、そう、クロちゃんさん、そう、嬉しい、七七になってくれましたか皆さん。七七ありがとう。今は51分か。そう、そうなよね、長さ的にあのまとめ髪とかはあんまりできなくて、そうなんよ、だから悩んでる。髪の毛がね長かったらねポニーテールとかもしたいんだけど、ポニーテールじゃないんよね、一本結びになっちゃうね、サチの場合。熱海小学校までありがとう、嬉しい。そうだからだいたいさ、ここ編み込みになっちゃう。だいたいなんかヘアアレンジができるようになってからさ、だいたい編み込みおろし、かっこ内巻きばっかりだから。ハーフツインとか、あと何があるかな。ハーフツイン、まとめ髪したことないね、 STA に入って。ハーフツインとか、あとクマさんヘアほんとやりたいし。そうなのね、ほんとに意外となくて、ねじりとか、え、めっちゃねしたい髪があって、森田ひかるさんっていう私のね推しメンさんがいるんですけど、桜坂に、ここなんかポコ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 してて、え、でもほんとこんな感じ、今の髪みたいな、これのちゃんとしたバージョン。その髪をそこ咲く、そこ曲がったら桜とかでやってて、スクショしてるので、私はいつかその髪にします。 TGC の時のような髪の毛はね、今日もね似た感じ。 TGC の時も編み込みして内巻きだったから、そう、大体この髪になっちゃう、サッチ。そう。
そうマジで好きです、パフォーマンスも好き。シャシャスチチありがとう。8月のアスファルト走る早いね、走る自転車は。てかさ、バズレンドの時さ、チーク濃ゆすぎてさ、そうちょっと濃ゆいですよって言われちゃったマネージャーさんに。だから今日さちょっと薄くしてみたんだチーク、そう、それ以上足さないでねって言われた今日。めっちゃおもろかった。もうちょっと取れたんだけど、もうちょっとねついてたんだけど、それ以上足さないでねって言われた。はい、すいませんと思って。そうバズレの時めっちゃ濃かった。でも確かにね、ああと、そうちょっとみんなに言ってなかったんだけど、あの AKB48 歌唱ナンバーワン決定戦出場します、出場します、パチパチパチ。そうみんながさ、そうサッチーは出ないのかなとか書いてあってさ、あ出るって思いながら読んでた。なんで中間発表でいなかったかって思うと、なんでだろうね。でも一瞬悩んだんだけど、いやいやいや出ちゃう、いや嘘嘘、違う違う違う、こんな軽くはない、ごめんね。でも中間発表いないからさ、みんなびっくりしちゃったよね。そう中間発表いなかったから、そうだよねごめん。そうあのにさ、あれ出たいです絶対出ますって言ってたのにさ、中間発表いないから、そりゃびっくりするよね。そりゃびっくりするよね、ごめんねみんな。でも出るってずっと決めてはいましたよ。でもなんでいなかったのって言われたら、あれなんでだっけっていう感じなので、はい特に大丈夫、大丈夫です。ちょっとごめんなさいね、日本語下手くそでいつものように。でも出ます、なので皆さん応援よろしくお願いします。もうね曲選びどうしようと思って、もう一生悩んでるの。そうサプライズ、サプライズということで、はいそういうことです、はいそういうことにします。もう緊張する。でもさ歌えるかな、もう緊張で止まらなくて。そうそうピアノイストだからさ嬉しい、出てくれて嬉しいって言ってくれて、あ時計を見てます、ちなみに右を向くのは。ありがとう頑張れってたくさん言ってくれてね。まあ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 、もしまあ決勝に行けなくても出場したことに意味があるので、かっこドヤ顔、まあ、意味があるので、はい、まあ一人でも多くの方にね、曽川幸さん名前だけでも覚えて帰ってくださいっていう感じで、はい、でも精一杯頑張りますマジで。そうそう歌唱力のさコメントも来てたんだけど、でもまだ中間発表名前出てないしなと思って、そうごめんねみんな。そうでも緊張するから、もうほんどうしよう本当に。だって緊張するんだけど、ありがとういけるよって言って。いけるよって言って、57分か。そう出ますよ。でもピアノ一本でさ歌うこともあんまりめったにないしさ、こうプロの方にさちゃんと見ていただくのはさ、あ嬉しい絶対いけるよって、最高ありがとう嬉しいこともさないからさ嬉しい。いけるよありがとう頑張る本当に。どうしよう緊張する。そうなんや、
ありがとういけるって言ってくれて、言葉言霊があり、やばい58分だ言霊ってありますからね。それでは壇上もさせていただきます。13位ハチリクさん、12位キヨさん、11位リオチさん、10位シャイニングフィンガーさん、9位カメさん、8位炭酸せんべいさん、7位ギルスさん、6位鳥取太郎さん、5位ノブさん、4位アハドさん、3位ハルさん、ありがとうハルさん、ありがとう。そして2位はクマネパパさん、ありがとうクマネパパさん。そして1位はトンさん、ありがとうありがとう。という感じで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん本日も配信見に来てくださってありがとうございました。そして本日は、7周年ツアー初日神戸前座ありがとうございました。物販もガルポンもお出迎えも楽しかったです。全部ありがとうございました。ありがとう、会えて嬉しかった、嬉しい。次はサッチーは広島にね出演させていただくので、はい、広島ね3研究生みんないるので、はい、またはい、ちょっとでも気になった方は来てくださったら嬉しいです。今日もありがとう、曽我朝希です。はい、ということで皆さん本日もお疲れ様ですでした。明日もはアイドルスター頑張ってきます。来てくださる方は待ってます。それじゃあみんな明日も頑張るね。みんなも明日も一日元気に過ごそうね。じゃあみんなおやすみ。そっちはまだ寝ないけど、チームからお風呂に入ります。でも明日も早いから、早くはないか早くはないけど明日もあるので、はい、早く寝たい。